ということで今回はですね、くるみんアロマついに突き止めました。ついに。あ、前回もね動画で言いましたよね、テレビでまさかこんなニュースがやるとはと思って。まあ前々から私あの偽僧侶、謎の僧侶のことはずーっと怪しいなっていうのは思って、まあポーズやってる時にこうなんかこういろんな方から観光客からお金を取ってるみたいな。観光現場何回も見てたんですけど、本当にちゃんとした僧侶だと思ってたんですね。それがまあテレビでこの前朝ちゃんで、なんと偽僧侶だったっていうのが分かって、まさかと思ったら今日いたんですよということで、突き止めてきました。くるみんアロマ、なんとしっかり偽寄付僧侶地面してきました。それではどうぞ。It is Japanese imitation. Yes, yes. All right. ということで、本当にまさかね、こういう現場をまた見つけるとは思わなかったですね。もうニュースでやってたんで、もう亡くなったかと思いきや、まだまだこうたくさんそういう人がいるみたいですね。こう数珠を観光客の方にかけて、ね、寄付してください。やっぱり観光客の方はこう本当にもう魂抜かれるようにこうお金を出してるっていうんですね。っていうのはやっぱりもうすごくそれがもう手慣れてて、もう観光客の方もよくわからないうちにそのままもうお金渡しちゃうっていうような状況で、すごくね、まあ、だからちょっと本当にやめてほしいなと思いました。でそのままちょっとつけてたんですけど、やっぱりくるみんアロマに気づいてもうそのままどっかいなくなっちゃったんですけど、多分またねこういった行動は多分続くと思うので、今後もちょっと見つけたらしっかり準備していきたいと思います。それではまたねー。